はい、ということでサンフランシスコ国際空港到着しました。今日のカメラはシグマ FP です。ちょっとこれで、移動中の、Vlog 撮っていこうと思います。できるだけ安定して撮りたいです。ちなみにマイクは内蔵マイクなんでちょっと心配ですけど、以前紹介したあのエーデルクローンの折りたためる三脚を装着しております。ちょっとこういう明暗差の激しいところ結構難しいと思うんですけど、どうでしょうか。とかとか言ってないでも早々に早くチェックインしちゃいます。なんか話しかけられてしまった。よし、これ無理あるかな。はい、リチュアル、いつものあの空港での開封バージョンにやってまいりました。ちょっとこれあの外から帰ってくる、あ、入ってくるふりしてちゃんとアトモスでモニタリングしてるレベルでガチセットアップしてますけど、もうちょいこっちに、はい、あの怖い、無理かな。あの実はですね、あ、こんにちは、ドリキンです。本日も散々小説をご覧いただきありがとうございます。音大丈夫かな、めちゃめちゃ不安なんですけど、実は昨日の散財小説何か違和感に気づいた方いらしたでしょうか。あのちょっと最近なんかサブチャンネルが、マイブームで、まあ、西田渡さんに影響されて、まあ、ワタレックみたいな名前をつけて、もう本当に、カメラでバチッて録画して、録画スタートして録画終了でもその終了したカメラ本体に保存されている、録画の SD カードとかメモリーカードに録画されているデータをそのまま YouTube にアップロードして、動画を更新しちゃうっていう、まあ、恐るべしワークフローを西田さんが、まあ、ある意味これ発明と言っていいと思うんですけど、発明されて、それをちょいちょい下見てるの、怖くてピントが、多分いけてると思うんですけど、それを発明されて、まあ、実践してみたら本当コロンブスの卵的な感じであまりにも感動して、でなんかもうこのなんていうんですかね、この今の時代 YouTube もどんどんスピードが速くなっている中で、できるだけこうなんかライブ感のあるというか、新鮮な情報というか新鮮な動画を届けるっていう意味では、それがなんかある意味 YouTube の、まあ、良さだったりもするなと改めて思っている中で、それをこうなんか一番実践できているのが西田さんじゃないかなって思い始めたんですね。でそれをメインチャンネルでもできないかと思いまして、で実はそれで昨日の動画なんですけど、実はあれLike Q3 で撮ったんですけど、あれメモリーカードからもう直、まあ、イメージ的にはもうメモリーカードから直 YouTube にアップロードしたみたいな感じで更新しました。ただもちろん実際にはオープニングとか誤撮とか、まあ、途中も複数のクリップが編集されてたんですけど、あれ何をしたかっていうと、まあ、チャット例によってですけど、チャット GPT とか使ってメモリーカードにあるデータを、まあ、元からそのテンプレートみたいな感じでオープニングと誤撮のところはテンプレートの動画を用意しておいて、でそれを最初と最後にくっつけつつ、メモリーカードからメモリーカードに保存してある動画データを全部時系列にくっつけて、さらにその前後にオープニングエンディングをくっつけて1個の動画を一旦中間書き出してそれをアップロードするみたいなプログラムを書いてみたら結構うまくいきまして、まだちょっと改善の余地があって、使用段階というか、もう昨日は本当に実践第一弾って感じでも、昨日の朝思いついてちょっとなんかプログラム書き始めて、まあ特に今5冊を自動生成するところが若干うまくいかなくて、静止画からシャッター音を入れながら動画を生成して、でエンディングの部分にして、前半のあれ実はオープニングのジャカジャカジャカって入ってくるオープニングの下にエピソード番号が毎回更新されてついてると思うんですけど、あれはもうプログラムで生成してます。FFmpeg っていう動画の変換のプログラムを使ってるんですけど、それにチャット GPT が作ってくれたフィルターを入れたら、ちゃんとエピソード番号が毎回更新できるようになったんで、もうあれは全然手作業なしでもう完全に自動生成されてるんですけど、5冊だけは
昨日のやつはダヴィンチで5冊と最後のエンディングの部分だけは書き出したやつを使いました。でも理想的には5冊ももう JPEG 置いてあったらそこから自動でエンディングも作ってもうヘッダーというかオープニングは自動で作れてるからあと真ん中の実際のカメラで撮った部分を結合するっていうのもうまくいったんで、まあ、もう一歩ですね。なんかねその静止画から動画は生成できてるんですよ。カシャッカシャッっていう動画は1枚1枚のその5冊の中の1冊ずつを1個ずつの写真をカシャッ5秒待つカシャッ5秒待つっていう動画までは生成できるようになってるんですけどそれをなんか1個にくっつけた時になんか静止画が5秒続いてるやつがなんか詰まっちゃうんですよね。なんかそのいろいろ試したので結構試行錯誤してチャット GPT と試行錯誤したんですけど今のところまではうまくいかなくてそれさえクリアできればもう素材は全部揃ってるんでまあ本当まあちょっともう1日ぐらい時間かければ1日っていうかもうちょっと時間かければ多分うまくいくと思うんですけどちょっとそこだけでも内蔵マイクで Q3 の内蔵マイクで本当に取って出しもうある意味取って出し中の取って出しでやったのにまあそれっぽく、まあ、どのくらいの方が気づかれてるかまだこの動画を撮ってる時点で動画が公開されてないんでコメントがすごい楽しみなんですけど、まあ、どのくらいの方が違和感を感じたのかどうかむしろ感じないのか一箇所だけその動画が止めたつもりが止まってなくてなんか変に足元映しちゃってでもなんかそれがある意味ちょっとトランジションっぽい感じになっていいなと思ってそのまままあそれはもうしょうがないと思って変えようがないんでまあしょうがないと思って出してしまったんですけどまあそれ以外は意外とバレないんじゃないかなみたいなバレるバレないっていうと変な話ですけど意外と違和感なくもう普段の Vlog 作れてるんじゃないかなと思ってあとはもう撮り方ちょっと工夫していけばどん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 ワタレックスタイル回みたいな感じでまあメインチャンネルでも使えるレベルの編集方法に進化できるんじゃないかなっていう手応えを感じてますね。ということで今日もこれ FP で実は朝から撮ってるやつも同じ方式でちょっと Vlog を作ろうと思っています。なので結構撮り方気をつけたりはしてるんですけど あとね Q3 がめちゃめちゃすごいなと思ったのはなんか一箇所だから録画切り忘れてるのに気づかずにつなげちゃったんですけど実はもう一箇所何録画ボタン停止してたはずなのに停止してないじゃんって気づいて結構いい感じにいろいろグッズ紹介みたいな感じでおここのグッズいいですねみたいな感じ T シャツ欲しいなみたいな話してた後結構30秒ぐらい動画を切るのを忘れてっていうか切ったつもりでいたんですけどうまく切れてなくて動画が続いちゃってたんですけどなんかね Q3 すごいんですよね。プレビューの本体の中の再生画面の中で簡易トリミングできるんですよ。だからある意味このワタレックスタイルを予見してたんじゃないかっていう。あれ今時のカメラ標準装備ですか？もうカメラの中のプレビューしながら無駄なところをカットして新規の動画で保存することもできるし既存の動画をカットしたトリムしたバージョンに置き換えるとかもできるんでそれで、ボディの中で編集したんですよね。ちょっと FP はそれができなそうだったんでもしこれ何ですかねダメテイクになっちゃったらもうデリートして撮り直すぐらいしかやる術はないんですけど Q3 はなんかあれすごい便利と思ってなんか簡易編集本体でできちゃうんでもしかしたらこれ、まあ、今回持ってこなかったんであれですけど出張帰ってきたらこのなんかワタレックスタイルスーパーワタレックスタイルがうまくいくようであれば帰ってきて後の散財小説のメインで Q3 がもっと活躍するようになるかもしれないです、まあ、というぐらいちょっと僕は動画のなんでしょう YouTube も何年通で6、7年やってるような気がしますけどその中でも革命的な、まあ、AI 使って動画の編集どん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 効率化しようっていうことはずっとやってきましたけど比較的そのダヴィンチの中とかなんかツールを使ってとかその絶対に編集をするっていう前提の上でやってたんですけど今回本当西田さんにこういただいた刺激のおかげでなんか一気にその階段を越えたっていうかだから音声も今最大の問題やっぱ音声でこれも今ちょっと音声の最悪音声が取れてなくてダヴィンチかけないといけないとかそういう可能性はあるんですけどでも多分その音声だけその生成する自動生成するプログラムで生成する途中で
ダヴィンチでやってる相当のなんかノイズ分離とか音量のノーマライズとかも多分かけれちゃうと思うんで、もうそういうプログラムいっぱいあると思うんで、なんかもうこの方向で進化いける気がしてます。もう手応えしかないっていう感じですね。なんでちょっとしばらくその試行錯誤でまた動画が見づらくなるとか、ちょっとこうした方がいいよみたいなアドバイスいろいろ出てくるとは思うんですけど、それも全然フィードバックしていただきつつ、ただちょっと試行錯誤中だよっていうところはご了承していただき、あとこのオートフォーカスね、今どっちなんだろう、ここで合ってたのかなめちゃめちゃ不安なんですけど、まあ、ちょっとそこら辺はそういう試行錯誤してる姿も、散財小説の魅力ということで、ご了承いただければと思いますということで、ちょっとネタバレ伏線回収をしてみました。でですね、それだけでは終わりません。ここの場所は、神聖なる開封場所ということで、デレン今そこの例によって空港のガジェット屋さんでちょっと散財しちゃいましたんで、完全なる散財なんですけど、ちょっと今日はそこを紹介して、もうそれでもしかしたら今日の動画になってしまうかもしれませんが、まだね編集できない。あ、これいきなり限界に気づいてしまったかもしれません。うわー、これ厳しいかな。タイポッシュの 28mm のレンズ使ってこれできたんですけど、これ寄れない、寄れ、まあ、これ寄れる方なんですけど、それでも最小 40cm なんで、今これ結構厳しい状態撮ってますね。縦にするともうピンと見えないし、まあ、ちょっとお見苦しいです。レンズがね、Fはちょっとレンズ考えないといけないですよ。下手したらちょっと日本で何か装備を整えないといけないかもしれませんけど、ちょっと簡単に、ちょっと見にくいと思いますけど、まあ、これも実験ということで、紹介していきます。クイップっていう、これね、あ、ドリキンさんまたクイップ買ってるって、もし気づいた方いたらもう相当な散財小説マニアです。なぜなら前回、前々回っていうかもう結構前ですけど、もう半年1年ぐらい前かもしれないですけど、このクイップの、何でしょう、ウォーターフロス、あれをねここで散財しました。であれがね実はめちゃめちゃ良くて、実は今回もうスーツケースの中に入れちゃってるんですけど、ウォーターフロスがめちゃめちゃ旅行用に良かったんで、でいつもオーラル B っていう、最近はソニキアじゃなくてオーラル B の電動歯ブラシ、それあれも結構言いたいことがあって、まあちょっとソニキアに戻そうかなとかいろいろ思ってるところではあるんですけど、もうあれ1年ぐらい使ってるんですけど、あれが何せ旅行用にはめちゃめちゃでかくて持ち運びが不便なんですよね。でどうしようかなと、一応今回持ってきちゃったんですけど、で今空港見てたらこのクイップの電動歯ブラシ版が、まあ、ちょっと前から実は気づいてたんですけど出てて、うわこれ開けづらい、あこれダメなやつ、こういうのダメ、うまくこういうとこはダメですけど、うわーこれなんかいい感じになってんのに全然ここがうまく向けませんけど、これがね、ちょっと気になってたんで今回意を決して買ってしまいました。なんか電動歯ブラシの、まあ、簡易なんですけどすごい、ウォーターフロスも、ああちょっと後で捨てます。ウォーターフロスも良かったんですよね、クイップ でアプリとか全然使ってないんですけど、電動歯ブラシのやつ、はい、でペラが入って、なんかあとウォーターフロスじゃなくて普通の糸ようじ版もありましたけどね、糸ようじもあったんですけど、あれは単になんか糸ようじのなんか糸の交換が自動でできる的なやつだったんであんまりいいかなと思って、まあこういうやつです。普通の感じです。あ、いいですね、なんかティップスとかこういうの好き、どうやって綺麗に磨けるよみたいな。で、本体いざ開けていくと、で一個気に入ったのは、気に入ってないところでもあるんですけど、このチャージャーが独自なんですよ。ここの形状がこんな感じで、反対側 USB で、まあ、タイプ A の USB 充電できるんですけど、充電器できるんですけど、ここがまあマグネットで防水で、まあ、水場でも充電しやすいようになってるのは気持ちはわかるんですけど、これが独自のポートで、ウォーターフロスのためだけにこのケーブルを結構持って歩かなきゃいけないのが面倒だなと思ったんですけど、多分ですけど
これ共有だと、共有じゃなかったら怒りますけど共有だと思うんですよね。でフットプリントこれだけで動くんで結構おしゃれな気もします。なのでちょっとこれを、ああなんかこれシール系がつらい、ペロッとやって、うわーほんとフォーカス合ってんのかなこれ盛大なお蔵入り動画になりそうな気もしてきた、きましたが、でこんな感じで、開けるとめっちゃ軽いんですよね。軽くてどこで抜けんだ、あここがテープでついてるよ土台が。大丈夫これテープ付けしてる時点でちょっと怪しさが出てきますけど、あのテープで付けられて、あもう本当にスッと乗ってる感じなんですよね。まあでももうトラベル用だから大丈夫だと思うんですけど、なんかデストリップスティッカーアンスティック、なんたらなんたら、ん？取っていいんですよね。アンスティックというエニクリーンシャイニーダーティーサーフェス、大丈夫なのかな。あーなんかなんか、あちょっとこのシールが残ってベタベタしてた。ちょっとこれ後でよくわかんないから、いやあここら辺にシールが残って、ここのこの本体とこの歯ブラシを、まあ、輸送中用だと思うんですけど、輸送中用にこいつが外れないようにここにシールがついてたやつがこうベタベタしてる。あーこういうとこめっちゃなんか掃除とかでうるさい人みたいですけど、ベタベタしてるのがちょうど気になる。今すごい手がここについちゃって、まあ多分洗えば取れますけど、でこれでどう、あここにもついてるじゃん。なんかテープ止めが激しいな、どうなってんだろう。あじゃあやっぱりなんかここ外さないといけないのかな。あやっぱここ外さないといけないんだ。でもなんかここベタベタしてるんですけど、ここが外すとなんかアンスティックだから書いてあるのか。ああなんかこれがくっつくってことか。あそういうことですね。これをなんかこう洗面所とかにペタってくっつけといて、でこれが乗っけられるんですね。ここがじゃあ取っちゃダメじゃんね。なんかいいのかな。ここがペタペタになってる、白い部分がペタペタになってて、ちょっとこういうところにくっつけてあのミラーとかにつけるとこの歯ブラシ置きになるんですよ。だから物はここだけで使うってことですね。ここだけで、使うって感じで、電源はなんか三角、あ来た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 、ここに電源ボタンがあってこれ押すとブルブルしてます。えこれって先頭変えられるのかな。さすがに変えられますよね。まあこんな感じで、どこが変えられる部分なんだろう。なんかブラシの先頭もエコですみたいなのをアピールしてましたけど、ここに点が入ってるけどちょっと分からずです。ちょっと後で調べてみます。これ意味なかったんだ。まあ一応これでこうなってねじ込んでるんで、この中でブラブラする、あブラブラしてる、ブラブラしてるけど、あまあまあ大丈夫かな。なんかこういうところに、あ、ついてる下向いたら頭がついちゃって、ついちゃってるじゃんこの内側に。それダメでしょう。まあ一応かなりコンパクトにはなってますけど、ちょっと先行きが不安です。まあ一応ちょっと今回の旅行中使ってみます。電動もかなり弱そうな気もしましたけど、まあちょっと一旦このクイップの、あのウォーターフロスはすごい良かったんで、ポータブルウォーターフロスは良かったんで、ちょっとそれの電動歯ブラシ版を買ってみました。機内でも使えるかもしれないんで、ちょっとこれ散財1個目です。でもう1個がさらに散財感が出てきますが、デデンと、スカルキャンディのリアル ANC です。あのトゥルーワイヤレスヘッドホン、もうあのトゥルーワイヤレスヘッドホンはエアポッツプロで、完全に僕の中ではもう集結してて、この沼は抜けたと思ってたんですけど、
そう思い出したんですよね。まずギャラクシーフォールドで、ギャラクシーフォールドと iPhone で AirPods の行き来がちょっとめんどくさい。これのギャラクシーフォールドペアリングして、またiPhone でペアリングしてってなる時の、なんかわちゃわちゃいちいちペアリングしない押さないといけないのがすごいめんどくさくて、やっぱり AirPods は Apple 機器で使った時に最大限使いやすくて進化を発揮するんで、ちょっとこれギャラクシーフォールド用に1個、あと機内の中でずっとつけすぎて、だいたい AirPods が途中であのバッテリー1回切れるタイムがあって、あの機内の騒音に耐えなきゃいけない時間ができちゃうんですけど、まあ、2個あれば切り替えられるってことで、まあ、そういういろいろ自分に言い訳を作りまして、買ってみました。このメーカーちょっと前から気になったんですよね。なんか安くて意外となんか若者に支持されてコスパがいいみたいなんで、若者に支持されてる感があったんで、この、まあ、一応その中でも、スカルキャンディの中では一番、ハイエンドフラッグシップみたいなやつですけど、あ、一応、いや耳のサイズがシリコンのところが、多分ミディアムが内蔵で最初についてて、ラージと、スモールがピースが入ってて、あとこれいいっすね、 USB、 お、これいいじゃないですか、タイプ A の、こういう気が利いてるタイプ A が薄型タイプの、どっちもさせる系のやつで、で反対側がタイプ C になってる。あ、このケーブルはなんか何かに使えそうなんで持ってたやつですね。これで、物はフォーカス合ってんのかな延々これ撮ったやつずっとピンボケだったら本当にごめんなさいなんですけど、もうこれも恥もさらして修行なんで、この次回の意味も超えて、もしダメでもそのまんま行きますが、あ、ちっちゃいちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃい。 AirPods の AirPods Pro のケースと比べてもそんなに変わんないですね。なんかもっとごっつい感じだと思ったんですけど、結構コンパクトで、でこんな感じですよ。ちょっと寄れないのが辛いところですけど、こんな感じで結構 AirPods に似てる感じのデザインでもあるんですけど、これまたシールなんか接点が、まあ、放電しないようになってる系ですね。これで、あ、なんかすごい、まあ、AirPods 感はありますね。AirPods の、まあ、進化だか、廉価版だか分かんないですけど、こんな感じになってて、まあ、ただなんかこのスカルっていうのを、メーカーの、まあ、結構デザインがイケてるっていうのも、なんか人気の特徴みたいですけど、確かに、ドクロがあって、ちょっとこう若者受けしそうなこのドクロマークに半透明、ちょっと見えてるか分からないですけど半透明デザインが、まあ確かにいい感じ。中も半透明の、この上の部分は半透明パーツ、半透明ではないですね、でもなんかちょっと光沢パーツになって、あ、中のこの青に光ってるのがちょっと映ってるか分からないですけど、中に青 LED で今ライティングがされております。はい、こんな感じで、ちょっと音質などはあっこに USB-C のポートがあって、今ランプついてますね。こんな感じですかね。まあ、これちょっとギャラクシーフォールド用に、今回は専用で使ってみて、機内の中で iPhone とか、まあ、今回 Apple 機器 iPhone と MacBook か、 iPhone と MacBook の時は AirPods Pro、 ちなみにネズミさんも言ってましたけど AirPods Pro はこのピース、このなんか名前忘れちゃいましたけど、ちょっと見つかったら概要欄に貼っておきますけど、この先端を使うことで AirPods が化けましたね。これいくつかいろんな種類あるんですけど、前概要欄で教えてもらう、あのコメントで教えていただいたやつなんですけど、ピンポイントでちょっと概要欄にリンクしてあったらそれを使ってください。あのいくつか同じメーカー出てるんで、僕も何個かパターン買いましたけど、これがめちゃめちゃいいです。ここのなんか人肌で温まるとちょっと柔らかくなって、でその後耳にひっつくみたいな感じで全く落ちなく、僕は AirPods に選ばれない民として長年こう苦渋を飲んできましたけど、これによって AirPods 民になってようやく AirPods の素晴らしさが体感できるようになったんで、ネズミさんも全く同じこと言ってたんで、これは神で、これで僕は AirPods、信者になったんですけど、ちょっと Galaxy Fold に関してはこっち、スカル
スカルキャンディー合ってんのかな読み方、スカルキャンディーの、リアル ANC、 ちょっとこれをギャラクシーフォールドにちょっと、あ、もうそろそろギャラクシーフォールドに YouTube ダウンロード、あのメタクエスト、あ、メタクエストとギャラクシーフォールドはこっちにしようかな。なんかやっぱりアップル製品以外で一回これをペアリングしちゃうとまた戻すのがめんどくさいんで、まあ戻すのはアップル製品に戻すのは簡単なんですけど、まあともあれアップル製品専用にしておきたいんで、このスカルキャンディーのやつをクエスト3とか、フォールドに使ってみようかなと今のところ思ってます。音質がちょっと全然受け入れられないとかノイキャン使えないとかあったらあれですけど、まあ一旦これで開封はここまでということで、電動歯ブラシと、トゥルーワイヤレスヘッドホン、買ってみました。今の開封動画、実はちゃんとこのアトモスでモニタリングしながら見てたんですけど、今ちょっとプレビューっていうか、あの撮った動画を再生した限りでは意外とフォーカスいけてたかもしれないですね。まあ、ちょっとちっちゃい画面同士なんで、まあガチピンかどうかわかんないですけど、意外といけるかもしれませんということで、ちょっとゆっくりします。スカルキャンディーのあのヘッドセット、あ、トゥルーワイヤレスヘッドホン、あのバッテリーがいきなりローバッテリーだったんで、今ここで充電中です。これ絶対忘れそうなやつ、危険すぎます。忘れてたら悲報です。無事日本着きました。そしてこれから京急で実家に帰るんですが、電車もかなり激混みの様子です。これは結構大変かもしれません。しかもちょっと外雨降ってるかもしれないですね。大丈夫かな。ちょっとあの横浜横須賀方面行きがどのくらい混んでるかがドキドキです。ていうかさすがに内蔵マイクこれだと音取れないかもしれないですね。ちょっとうるさすぎたったらごめんなさいです。はい、ということで地元の守り海岸までやってきました。ちょっと今日の動画のカメラ FP にしたのちょっと攻めすぎだったかもしれないですね。あのワタレックスタイルであの Vlog を更新しようと思うと結構マイク性能が重要なんですけど、じゃこの直前のあの羽田駅の空港のあのホームの音はちょっと相当やばかったかもしれないんで、もしかしたら再生中にあの結合する前にあの取り込む前の取り込みというかあのメモリーカードにある時点で音 PC で聞いてみてやばかったらちょっとファイルごと削っちゃうかもしれませんが、とりあえず横須賀まで戻ってまいりました。これあともう一個 FP にしてちょっと失敗ってことはないんですけど、まだ難しいなと思うのがこれ手ブレ補正がないとこですね。給水は言ってもなんだかんだ手ブレ補正効くんで良かったんですけど、今これも手持ちなんですけど、喋るとやっぱりどうしても手の振動がっていうか喋った時の振動があのカメラに伝わっちゃうんで、ちょっと、まあ、今日の Vlog はまあ実験なんでいろいろご了承していただきたいですが、まあ、ちょっとずつちょっとずつこれ進化していきますと思いますので、それも含めて、あー風、しかも風向きも失敗した。風切りを乗ってるこれ絶対、あれなんか駅に不思議な、なぜこの不思議な椅子が設置されております。もう恐れてもしょうがないんで行くしかないですが、ちょっと夕飯がてらマック寄ってきます。コナン君のチキンタツタ食べようかな。今日の夕飯です。めちゃうまそう。ちょっとごちそうメロン、あのスタバになんとかいる間に行きたいです。ご褒美か、ご褒美メロン、これはメロンフロート。はい、ということで無事戻ってきました。露出くらいかな、ドリパパレクサス、ちょっとこれまたしばらく借りようと思ってます。狙ってるところ。はい、そして家に無事着きました。まださすがにドリパパ起きてそう思ってたけど、うん、だからそれまで話し待ってくれと言ってたけど、まさかの急に K が欲しいっていう。よく言ってくれよ、車は俺入るクラス、これ長さがちょうどいいかなと思って、ちょうどいいかなと思って、いやいやって言ってたんだ。いやいやいや、
危ないんじゃないですか。え、危ない、うん、あと 2,3 年だよ。またそれ言ってる。え、結構足ないと困ると思うよ。いや、足ないと困るんだよ、うん、だから足ないと困るんだよ。これはアメリカで買ったやつだよ。あ、そうなの、うん、いや違うと思うけど。これ、うん、なんか前に一回こうあれした時に買い取ってもらえなかったやつでしょ。買い取ってもらえなかった。なぜか、うん、何か買い取ってもらえなかった、うん、自動にしてあるんだよ。空気清浄機でしょ、うん、うん、やっといた方がいいと思うよ。だって10年前のやつだよこれ。いやいやいや、そこまで古くないと思うよ。10年ぐらい前だよ。だってママさん、あの病気の時に買ったやつだから。俺ママさんが病気の時に買ったんだけど、うん、もうママさんで11年だよ。じゃあ10年ぐらい経つか。5年ぐらい経ってるよ。すごいね、記憶力が、うん、まあまあいいんじゃないですか。使えるの？フィルター全く掃除してない気がする。いや掃除したよ。あ、してんの？全部掃除したよ。さすが、全部掃除したよ。豆ですね。うん、全部やったよ。あのこの中全部。じゃあいいんじゃない、うんうん、掃除したら全部きれいになって。いや、それからもう2ヶ月経ってるけどきれいになってるよ。外れよ。はい、掃除機で吸い取ったから全部。ででーん、一応完成しました。プログラムで、今日の Vlog を撮るっていうワタレックスタイルをこうちょっと拡張してですね、メモリーカードここに、まあ今シグマ FP 撮ってますけど、この FP 抜いたやつをここにぶっ刺してプログラム実行したら、タイトルはちゃんとあの番号、あのエピソード番号を生成して、動画作って、でそこにメモリーカードから取り込んだ動画をひたすらくっつけて、で最後に5冊を生成して、5冊生成めっちゃ苦労しました。めちゃめちゃもう機内の中でずっとそれやってて、まあなんとか完成したんで、あと本当はオーディオの処理ももうちょっと、やっぱり取っ手出しのオーディオなかなか厳しいんで、最後音もちょっと AI 処理かけるようなのも書きたいんですけど、ちょっと今日は時間切れかなと。すっごい苦労したのが、ここのシーンで、めちゃめちゃ、口と音がちょっと消えて聞こえてるか分かんないですけど、あのリップシンクが全然取れなくて、おかしいなおかしいなと思ってずっと今調べてたんですけど、もしやと思って元のデータを見てみたら、元のデータが盛大に訪れしてるっていう。なんかシグマ FP で HDMI モニターを繋いだ時に、まあでもその後のクリップは大丈夫そうなんですけど、なんか HDMI のモニターとのなんか接続時に音同期がずれるみたいなバグがあるのか分かんないですけど、元のデータがもう盛大に、リップシンクずれてたんで、これはもうどうしようもないってことで諦めました。諦めたっていうか、ちょっと、困りましたね。まあちょっとそういう感じで、まだまだあの試行錯誤続いておりますが、そこら辺のあの、改善していく様子も一緒に楽しんでいただけると、散々小説的には嬉しいなという感じです。あと、明日はこれを開封したいです。なんかいっぱい、露出がむずい。なんか届いています。これを開封しますが、とりあえず今日はそんな感じで、また明日。ではでは。Yeah, it's such a clap.